初恋ロスタイムは、西名勇気による日本の小説。2016年に角川、アスキーメディアワークスから刊行された。時が止まる不思議な時間、ロスタイムをめぐる恋愛小説。2019年に漫画家及び実写映画化された。ヤングベースにて、2019年6月号より2020年2月号まで連載された。2019年9月20日公開。監督は、 河合隼人、板垣水星が映画初主演。2016年ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリの桐生桜が映像作品初出演でヒロインを務める。AB、板垣水星、映画初主演で竹内龍馬と共演ヒロインは、ホリプロ TSC 出身、桐生桜ウサ初恋ロスタイム、モデルプレス。 https://mdpr.jp/.cinema/.detail/.18225262019 年3月6日閲覧。初恋ロスタイム西品ゆう文庫角川。角川、2020年5月6日閲覧。初恋ロスタイム西品ゆうき、自動書角川。角川、2020年5月6日閲覧。初恋ロスタイムファーストタイム 西名勇気、文庫角川。角川、2020年5月6日へずらん。初恋ロスタイム、アドバンストタイム、西名勇気、文庫。角川、2020年5月6日へずらん。キャロルチューズデーコミカライズなど、ヤングエースで新連載3本が始動。コミックナタリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ3301662019年5月3日閲覧初恋ロスタイムなのら、コミック角川。角川、2020年5月6日閲覧初恋ロスタイムなのら、コミック角川。角川、2020年5月6日閲覧初恋ロスタイム、作品情報。映画ドットコム。 2019年5月23日閲覧。キネマ旬報2020年3月下旬特別号59ページ。板垣水星、初恋ロスタイムで映画初主演自炊シーンへ。ネギ千切り猛練習ヒロイン桐生桜は、金幕デビュー。スポーツ日本。https、www、スパニッキー COJP、エンターテインメント、ニュース、2019、02。 19、記事、2019万 218S00041000232000CHTML2019 年3月6日、閲覧。ホリプロ TSC 頂点は、史上最年少12歳、柳田桜さ,さん、石原里美祝福に号泣。オラカニュース、2019年3月6日閲覧。板垣水星、初恋ロスタイム特報で、桐流桜とキス寸前 石役、竹内良心も登場。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ327422019年4月11日閲覧。緑黄色社会、M、LK 板垣彗星が主演務める映画、初恋ロスタイムの主題歌担当。音楽ナタリー。 https://nataly.mu/.music/.news/.3317482019 年5月23日閲覧。ありがとうございます。